セント・ジェームズ・パーク駅はイングランド、デボン、エクセターの郊外の鉄道駅である。運営はファースト・グレート・エスタン。この駅はエクセター・シティ FC のホームスタジアム・セント・ジェームズ・パークに隣接している。この小さな駅はブラック・ボーイ・トンネルの西に1906年1月26日にライオンズ・ホルト・ホートという駅名で開業した。そのトンネルの東に 同時期に開業したプレゼントロードホート駅は1928年に廃止された。その名前は1946年10月7日に駅の隣にあるエクセターシティ FC のホームグラウンドの名前であるセントジェームズパーク駅へ改名。クラブチームはコミュニティレールウェイの計画のもとにこの駅を採用し、駅の維持に貢献している。 この駅は2つプラットフォームがあるが、南側のプラットフォームは、とても短く1両、または2両しか入らない。他の列車は158型でドアを開けるか、1つのドアを開けるか選択する必要がある。約半数の列車は、アボセット線上にある、エクスマウス駅からエクセターセントデビッツ駅行きの列車がこの駅に停車する。エクセターセントデビッツ駅を過ぎると大抵は、 ペントン駅か、バーンステープル駅へ運行を続ける。ミッチェル、ビック、スミス、キース、ブランチラインズ2エクスムース、ミド,ハーストミドルトンプレス、ISBN1 から87万3793から00から6。ありがとうございます。